日吉大社三王信仰とは、日叡山独の日吉大社より生じた神道の信仰である。三王とは、滋賀県大津市坂本の日吉大社で祀られる神の別名であり、日叡山に沈まる神を指したものである。日吉神社、日枝神社あるいは三王神社などという社名の神社は、三王信仰に基づいて、日吉大社より感情を受けた神社で、大山神と、 大物主神を祭人とし、日本全国に約3800社ある。神仏集合期には、三郎権限や、日吉三郎とも称され、今日でも三郎さんの愛称で親しまれている。なお、日吉大社では猿を神使とするが、猿との関連性については、よくわかっていない。おそらくは、原始信仰の名残ではないかと推測されている。日吉大社は、もともと、 大見国日枝山の神である、大山食い人を祀っていたもので、後に、大見慶仙との翌年である、天智天皇七年、大津慶鎮後のため大和国三林さんとも、の大見若神、すなわち、大物主神を勘定しともに祀られた。比枝山に、天台宗の延暦寺ができてからは、大山食い神、大物主神は、地主神として、天台宗、延暦寺の守護神とされた。 炎略寺を開いた最長は寺の周囲に結界を定め、その寺の牛神を比叡山の諸山王として比叡者に祀った。当の天台山国清氏寺が地主神として三郎室神君を祀っていることにちなみ、炎略寺ではこの両神を三郎と称した。なお、最長にとって比叡山の三郎とは三学信仰に基づく、 アニミズム的な形態に近い信仰対象であった。最長にとって三能とは山の地主心を仏教的に表現したものであると言われる。最長が表したと思われる文書には神明ではなくほとんど三能が使われており、あえて神とは呼ばなかった点に仏教徒としての配慮が伺われるという。このような最長による三脳の扱いが後に神仏集合の 三郎神道の成立を導いていったともされる。天朝二年に、天来宗の第二大雑である園長が、延暦寺の斎藤を開いた。以後、斎藤は、独自色を深め、それまでの、東東での地主神信仰に対応させる形で、消費営神を祀るようになった。消費営神には、八王子山の岩倉の神である、大山食いが誕生され、 小比叡峰にある岩倉に神が宿るとされた。斎藤の独立により、斎長が当初祀った諸山王は統合され、とうとうと結びついて、比叡神、または大比叡神と呼ばれるようになった。斎藤で祀られる神も三皇と呼ばれたため、三皇はとうとうと斎藤で二極化することとなった。その後、天台宗の第五大座であり、 夢で様々な啓示を受けたという伝承が残されている。エンチンがエンチンに夢で日当を進めたとされる三皇明神を自身の棒に祀るようになった。このため、それまでは最長の創建として、千樹堂または千樹院と呼ばれていたエンチンの棒が三皇院と呼ばれるようになった。このように三皇明神の信仰はエンチンが個人的に祀ったことから始まった。 こうして、大比叡神、小比叡神、比叡三能の両所三章が成立した。なお、円鎮にとっては、両所三章の中でも三能は別格で、両所二世を超える存在、つまり、大比叡神、小比叡神を含んだ、比叡山そのものを象徴しており、最長が祀った諸山王を一つにまとめた、非常に大きな信仰対象であったと言われる。略寺の、 第18代雑であり、比叡山中高の祖とされる両源は、天独三年に、比叡山の横川を、東東、斎藤に匹敵する地位を持つ独立地区として認めた。もともと、横川の発展には両源が大きく関わっており、その独立の裏にも、両源の意向があったとされる。以後、両源の意向は、古くから存在する東東、斎藤よりも横川に大きく影響するようになった。 独立した横川は、斎藤と同じように独自の地主心を求め、聖マサコを信仰するようになった。聖マサコの信仰は、すでに、広報5年に認められるとされ、聖マサコの名は、北家行業により、正当な仏法の後継者を意味するもので、神明であると同時に方法であり、日本古来の神々の系譜から切り離された、独自のものとされるなど、 神仏集合の最たる形を示しているとされる。ここに、両元の思惑により、大比営神、小比営神、聖政子の地主三章が成立した。だが、エンチンによって定められた、両所三章を信仰していた僧たちは、両元に導かれて成立した地主三章の信仰に反発することとなった。両元は、地主三章の信仰に反対する僧たちを、 創籍から除名するなどし、後の三門、寺門分裂への流れを生み出していくこととなる。両言により、地主三章の信仰が定着するにつれ、地主三章は、徐々に、三能三章と呼ばれるようになっていった。なお、地主三能と呼ばれた時期もあった。地主三章の子は三等の存在を意識して、それぞれの地主を強調しているが、三能三章の三能の子は、 寺院というより、比叡山という山全体に関わる神を意識していると、される。特に、省略4年の永山分裂以降、山王山庄の子は定着していったとされる。なお、山王山庄の子が、文献に現れた最初は、後方5年の大乗館長であるとされる。なお、エンンが、個人的に祀った、山王とは、エンンが実際に、夢でお告げを受けたということから、 確かに、実在すると信じられた神を指したものであるが、両言の場合、三能の後には確かに実在するという重みはなく、ただ、地主三章の総称に過ぎず、抽象的な概念に留まっていたとされる。天台宗が全国に広がる過程で、三能信仰に基づいて、日吉社も全国に誕生、創建された。日吉神社、日枝神社、あるいは、 三能神社などという社名の神社は日本全国に約3800社ある。これに伴い、日吉、日枝、日、恵、ぐ三能、坂本などという地名が各地で見られる。三能三章には本事物として、大宮に、釈迦如来、二宮に、薬師如来、聖政子に、阿弥陀如来がそれぞれ定められた。これらの本事物が定着したのは、 浄土教の影響により、八幡神の本事仏が、釈迦から阿弥陀に変わった11世紀以降と推定される。本事仏の制定について、それぞれの由来には、諸説があるが、定説と言えるものはないとされる。本事仏の制定は、日吉大社における、本格的な神仏集合の始まりであるとも言われる。やがて、八王子、客人、十禅寺、三宮を加えて三王七社となすなど、 総本山の異様を整え始めた。そして、本寺衰弱説によってさらに数を増し中7社、下7社を加えて、山王21社と称した。山王信仰は、山王神道とも呼ばれる信仰をも派生させた。山王神道では、山王神は、釈迦の衰弱であるとされ、山の字も、王の字も、三本の線とそれを貫く一本の線から、なっており、 これを、天台宗の思想である三体即一思想と結びつけて説いた。また、天台密教は、鎮後国家、増益延命、息災といった具体的な霊言を、家事技等によって実現するという体系を持ち、産農にも、現世利益を実現する霊意と呪力を高める性格を与えたようである。中世に、比叡山の僧兵が豪祖のために担ぎ出した御輿は、 日吉大社のものである。元気二年、織田信長の比叡山焼き討ちにより、日吉大社も怪人に返した。現在見られる建造物は、安土桃山時代以降に再建されたものである。以下に、現在の日吉神社の有力社殿を列記する。うちは旧称。なお江戸で、三大祭としてにぎわったのは、三能祭、神田祭、深川祭であるが、 この三王祭りとは、徳川家康が江戸に違法された際に、同地にあった日吉社を城内の紅葉山に遷座し、江戸城の鎮守としたことに始まる。この社の由来は、大田道館が江戸城追記にあたり、文明10年に川越の無料樹寺の鎮守である日吉社を勘定したのに始まるとされる。無料樹寺は平安初期の天朝7年。 純な天皇の命で、縁人が混流したとされる。ちなみに、この江戸の日吉社に、日枝神社と名称が付けられたのは、慶応4年6月11日以降のことである。天台宗が全国に広がる過程で、三郎権元も各地に誕生され、多くは天台宗の寺院の鎮守神とされた。明治の神仏分離の際に、仏教職を廃止寺院とは分かれた。 社名については、日吉と書いて、日えと読むもの、日吉と書いて、日吉と読むもの、日えだと書いて、日えと読むものがある。日吉神社、宮城県。ありがとうございます。